はい、どうも、りょういちです。今回はファーストディセンダントのブレアがアップデートで強化されたので、そのビルドをね、解説していきたいと思います。まずはね、スキルとモジュールから見ていきましょう。今回解説するのは銃をねメインに使った銃ビルドですね。だからスキルはね全く、まあ、使うんだけど、スキルの攻撃力、威力は全くないですね。メインで使うのは第1スキルと第2スキルで、たまに第4スキルといった感じですね。第1スキルでファイアーゾーンを生成しながら、まあ、この第2スキルを使って吸収してバフを得ていくという感じですね。今回アップデートでね、このファイアーゾーンがね回収されなくなったから無限に使えるんだよね。ファイアーゾーンが残ってる限りね、継続時間残ってる限り何回でもねクールタイム終わったら使えるしね、それが非常にね、やりやすく強くなりましたね。そしてね、ファイアーゾーンが残ってればこのパッシブスキルでねクリティカル率が上がると。で、第4スキルもまあファイアーゾーンを作るためにねたまに打つという感じですね。3個展開するから、まあ若干モーションは長いけど、開幕使ったりしてね、とりあえず3個ファイアーゾーンを生成できるってのが大きいかな。で、10スキルに欠かせないのがこのイクシードモジュールのバックドラフトモジュールですね。まあこれでね、MP 回復、この第2スキル使った時に、バフがかかると、10のね、攻撃力が上がるバフがかかるという感じですね。そしてモジュール構成は、大体はクールタイムと、継続時間を維持した、そして防御力、HP とか死ににくさ、硬さをね重視したような構成になっています。まあ、クールタイム短縮としては勤勉な手さばきとかね、 MP の転換、 MP もそんなにね必要ないからね、回復できるから MP は全然下げても全然問題ないですね。外装部品でもね補えるしね。で、継続時間アップは、まあ、維持極大化、まあ、威力はね全く捨てていいからね、維持が上がるものをつけてますね。で、あとは、防御力とかね、 HP、 死ににくい系の、ね、HP コレクターとかつけて、とりあえず死ににくさを上げてるという感じ。まあ、この辺はねある程度この自由が効くとは思うんだけどね。で、体力比べで継続時間もちょっと上がってる。そして射撃フォーカス、まあこれもやっぱね、銃使うキャラだったらもう、まあメインっちゃメインだね、やっぱ必要ではありますね。まあこんな感じの構成になっています。やっぱりね、継続時間を伸ばすってのが結構大事で、まあクールタイムも大事なんだけど、継続時間が長ければファイアーゾーンがねかなり維持できるから、そんな頻繁に発動しなくても良くなるし、今だったらまあ継続時間が 29.1 秒、ファイアーゾーンが維持されるから、かなりねこのパッシブを維持できるっていうのと、やっぱりね戦闘中に何度もね発動し続けると、やっぱその分 DPS が下がったりとか大変になっちゃうから、やっぱねどれだけ維持できるかっていうのが重要になってくるかなと思います。で、この火炎の力、ダメージが上がるね火炎の力の持続時間も38.8 秒だから、結構ね維持したまま戦い続けられますね。そして武器はね、自分はグレートレガシーを使っています。まあグレックとかでもいいとは思うんだけど、まあグレックだとね若干ね砲撃が出る出ないのね差がやっぱりね若干出ちゃうから、自分は安定したレガシーかなという感じですね。まあグレートレガシーのモジュールはこんな感じ。そして次にリアクターですね。リアクターもね、これ適当でいいんだよね。スキルがね、全く機能してないから、攻撃に威力はね、機能してないから。だからね、オプションのスキルクールダウンと継続時間アップがついてればいいかなと。どっちも金文字のやつはなかったからね、とりあえずクールダウンとか継続時間、重視してつけてます。そして外装部品は、ベテランですね。ベテランの外装部品一式をつけてる感じです。まあベテランをつけなくても HP 重視の構成にして死ににくさアップとかするってのもありですね。はい、ではね実際にダメージを見ていきましょう。まずはねバフを何もかけない状態で、であえてまあ同打ちしようかな、クリティカルとかもちょっと見たいからね、あえて、同打ちで狙っていきましょう。まあ、精神集中がついてるから、まあ、若干ねダメージはね上がっていくんだけども、19万20万21万、クリティカルもまばらですね。
25万、36万。まあ36万ぐらいかな。もう一回やってみよう。まあ、14万ぐらいから。まあクリティカル出てないのはもうね、2万とか3万5千とかだな。24万、25万。こんな感じですね。じゃあ次はバフをかけてね、やってみましょう。まずは4番スキルを打って、その間に1番スキルを2回打って、ここ貯めて2番スキルでバフを得ると。お、いきなり18万、30万もう超えてる。クリティカルも結構出てる感じですね。やっぱり。22万、39万。40万、40万超えたか。なかなかダメージが上がってますね。もう一回いってみるか。持続時間が長いからね。クリティカルは終わってしまったけど、ダメージバフは続いてますね。だからクリティカルのあれがなくなっちゃうから、やっぱりね、クリティカルがだいぶ少なくなったけど、もうちょっとね、持続時間を上げれれば、まあ、クリティカルもね、2マガジン分ぐらい持続できそうなんだけどね。まあ、リロードする若干のタイミングとかで、ファイヤーゾーンを入れ直して、維持するという感じですね。1マガジン分ぐらいは余裕で持つから、1マガジン分ぐらい打って、で、リロードとそのタイミングで、ファイヤーゾーンをもう一回展開して、維持し続けて戦うという感じかな。じゃあ実際にね、実戦でちょっと戦ってみましょう。さあ、実戦はおなじみ、デバウラーくんですね。まあ、スキルを打って、適当で、もうスキルは適当でね。で、回収してから、打ちまくると。まずは膝、膝を。そしてダウン、肩。肩壊れた。そして撃破。さあ、気になるタイムは13秒。なかなか早かったかな。まあこんな感じでしたね。まあ自分はね、レガシーもね、一突もしてない状態でこのぐらいのダメージだから、まあ貫突してればもう少しね、ダメージ出るだろうし、まあ他のキャラと比べてもね、火力やね、クリティカルを上げられるからね、それがなかなかやっぱり強いですね。まあエンゾとかね、グライと比べると弾持ちがね、若干悪くはなるかなとは思うけど、まあそれでもそこに匹敵するぐらい、まあ肩を並べるぐらいにはなんとか慣れたのかなという感じですね。まあこれからもしかしたらブレア使いが増えていくかもしれない。以上、ブレアの10ビルドのご紹介でした。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。